どうも、会長です。いつも会長チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。本日、11月22日に放送された日テレ2-3ですが、おかげさまで放送後というか放送中からたくさんの反響をいただきました。本当にありがとうございます。また、二宮さんのファン、嵐のファン、そしてジャニーズのファンの皆様からも、SNS を通じてたくさんの温かいメッセージをいただきました。重ねて感謝いたします。番組内ではこのポスターのキャッチコピーのうち、伏せられている部分の言葉を当てるというクイズ形式だったんですけども、単にそれだけではなくて、どういう経緯でこのポスターが誕生したのか、また震災の時に女川がどうだったのか、そういった背景も解説していただき、ご視聴いただいた多くの方に女川を知ってもらうとてもいい機会になったと思っています。番組制作者の皆様にも重ねてお礼いたします。来年2021年3月11日に東日本大震災から10年の節目を迎えます。女川や被災地の多くはまだ復興の途中にあります。現在はコロナの状況もあって、なかなか出かけることはできないと思うんですが、状況が良くなった時にはぜひ女川にもお出かけいただきたいと思います。この会長チャンネルでは、女川に限らず、震災復興に向かう地域とか、そして現状のコロナ禍で頑張る地元仙台、宮城、東北のお店や人を紹介しています。チャンネル登録で応援していただけると、活動の上でもとても大きな励みになります。よろしくお願いします。最後になりますが、改めて、2-3をご覧いただいた皆さん、そして2-3はじめ番組に携わらっしゃっている皆さん、本当にありがとうございました。それではまた。